昨日13得点の杉浦、ブルックスは昨日2桁に届かなかったという得点。さあトラビスにインサイドつながりました。素晴らしいプレーですね。さあ横浜は追いかける展開で迎えた。さあスリーポイント決まります。決めてきましたね。2本目です。河村2本目のスリーポイントで追いつきました。今日は非常に判断が早く行われているので、昨日少しどうしようかと思った部分をしっかりと修正できてますね、はい、部分でガードの選手、先ほどの白浜選手のリバウンドのような形で外からもしっかりとチームでディフェンスリバウンドを取っていきたいですね、はい、ここはボールターンオーバー、締まるボール、ブルックスに繋いで得点になりました。いいですね。そしてバスケットカウントになりました。長谷選手いいスピードですね。あと追いでランニングしていったところが、はい、いいバスケットカウント、エンドワンに繋がりましたね、昨日もこのブルックス得点もわずかに終わり、前半まではシュートがわずかに1本だったんですが、誰にボールを託すのかというのが島根の重要なところですが、これはショットクロックギリギリ決まります。ビッグショット阿部選手決めてきましたね、はい、外の間に入った阿部亮のいいディフェンスですね。しっかりカットしました。しっかりとになる、はいはい、相手の狙いを読んでいましたね。そして繋がった。素晴らしいアシストですね。エースのブロックス、今日好調の白浜、自ら行った。いやいいですね、白浜選手見事。もう一度立て直してショットクロック5秒切っています。インサイドに繋いだトラビス、バスケットカウントになりました。今ブルックス選手よくトラビス選手のフリー見逃しませんでしたね。ブルックスもよく見ていました、ね、横浜のローテーションが島根の、島根が抑えるか、宇都川が突き破るか、アウダが行く。いやーシェンバース選手、ここはアウダ選手いいプレー引き出していきましたね。演出した見事なプレー、選手をしっかりとチームとして生かして、その上でアウダ選手もそれに応えて、ちょっとブルック時間がない、ブルックスが行く、決まった。よく入れましたね、ブルックス選手。なんとかねじ込んだ。3点差、杉浦が行く、決まった。決めましたね、杉浦選手。1点差。こういった形で厳しい状況でもワンオンワンでショットメイクしていける、まあ、そういった力を、まずは同点。長谷川選手非常にフリースロー確率高いですから、あのディフェンスのプライドも見えましたね、はい。さあただこれで島根はファールをもらいました。逆転です、逆転です。最後のショットはどうか、最後のショット、これは間に合わなかったですね。間に合いませんでした。島根1点、守った、守りました。